笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさ、あや、あー、わかった。どうぞ、ドキドキよ、せーの、どーれー。なに今の、みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、カールちゃん引退お疲れ様でしたスペシャルをお送りいたします。フリムーンラジオ、通常放送としては今週が初めてになりますね。先週はのんべえスペシャルでしたんで。そうですね、はい、新春のんべえスペシャルでしたんで。やっちゃいました、はいはい。1月8日水曜日、はい、夜9時を回りました。フリムラジオ今週もスタートです。お相手は私ナルトラです。よっ、はい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 、はい、うん、もみ OK 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 Yes Yes。明日も内地に行ってるパロンがちょっと心配だね。まや風邪ひいてるって。あ、本当ですか、うん、ええ、本当ですよ、ええ、うん、ベリーベリーシックベリーシック。はい、金太郎ウルマーリン、はい、MC モミエビ、はい、今ツイキャス YouTube でご覧いただいている方は、うん、モーミーさんがどんな髪型になっているか、ご覧いただけると思います。ね、茶髪でガングロのイケメンかっこ棒です。はい、うん、はい、そうなんだよね、はい。さあそしてはい、モーミーのボブ姿にまだまだ慣れません、ホワイティニシャラです、はい、イエーイ。そしてはい、あの誰かこのモーミー見たら110してくださいと思ってるエコザエルです。はい、この顔にピンときたら110番、はい、はい。さあそして、うん、まあ、ここまで来まして、今日は、うん、本当にいるべき人が一人いないということで、誰でしょう、誰なんですか、ね、まさかの、あのズルペイです。あ、ズルペイズルペイです。これが言えるのはもうエコさんだけですよ。おや、いや俺じゃないですよ、俺じゃないですよ、リスナーさんがちゃんとズルペーって言ってる。本当ですね、沖縄日本チルさんでしょ。新年早々だからパクりました。、はい、ズルペーだ、はい、ということでレギュラーメンバーはこの4人で、はい、お送りしたいと思いますが、はい、今日は、うん、すごいよ、新年一発目のレギュラー放送、ゲストの方が来られています。それでは自己紹介お願いします。アンズです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イロッペー、イロッペー、ね、よかったグラマーだな。え、なんでグラマーグラマーがちゃんと言ってよ。そりゃモーミーさんもね、そりゃ髪の毛生えますわっていうね。モーミー次から変なこと言ったら花粉、花粉落とすから。はい、あ、ごめん、カフ落としてた。そしてちょっとコメントをいただいてますけれども、ごめんなさい、ポールダンサー、みやちゃん、はい、ツイキャスでコメントいただいてます、はい、アンズさん見てますよということで、すごい、すごいね。Facebook とそれから、Twitter の方では告知させていただいたんですけれども、うん、まあ、経歴をね、知らない方もいらっしゃると思いますんで、うんうんうん、ちょっとどんなことをされてるかを。あ、空中のパフォーマンスをね、今はメインにやってます。あ、うーん、ポールダンス、ほうほうほう、そう、前はね、ポールダンスをもう結構やってたんですけど、うん、今は結構空中のシルク、布を垂らし、あ、さあ、サーカスである、ああ、はいはいはい、あとは輪っかのエアリアルフープ、はい、はいはいはい、ハンモックのダンスの方もやってるんですけど、ハンモックのヨガの方も教えられます。そういう方がなんと、はい、どういう経緯でモーミーさんと知り合いになったのか、これは名護されたんですね、後で聞きましょう ね、 そうね、ちょっと昨年末からね、はい、美女と野獣になってるからね、モーミーたち、ね、なんだろうこの、うん、ね、序列がまた気になるところですけど、本当に、はい、またこの後、ね、詳しく、お話をお聞きしたいと思います、はい、はい、して今日の当番、お当番の、はい、はい、テーマ、うん、テーマ、なんでこのオープニングトークの当番を、あ、俺で、そして、うん、ね、みんなほら初っ端やるんだけど、ありきたりなやつでね、うん、ただうちもやらないとなと思って、多田さんに思いついただけなんだけど、はい、やっぱりあの
先週も言ったように、うん、毎年、まあ、大体に通ってるんだけど、うん、こっちのハゲ、今ずらかぶってるハゲチャビンと、うん、沖縄通った友の会ということで、自分はちょっとプチ三振しちゃ う、ね、まあ、そんな専門でもないんで、はい、趣味の範囲でいろいろやってるんだけど、はい、またね今年も去年よりはまたちょっとずつねでいいんで、みんなの前でいろんなことでこういう発表とか披露できる機会があったらなと思って、はい、これを毎年少しずつでもと思って目標にしてやってみるんで、それ以外にもまた皆さんのねいろんなものリスナーさんの面白い抱負でもいいし目標でもいいしそれ聞いてみない、みたいなと思ってこのテーマにしましたということで、おー、はい、今年 CD 出すよって、ごめん、モミ、今カフ、カフ落としたから大丈夫、CD 出すのはいいんですけど、うん、売れませんよ、売れないよ、歌詞的な意味で、うん、あ、大丈夫、モミの今カフ全部落としてるなんか遠くから聞こえると思ったらそうだったね、変なこと喋らさん、スカスカした音がしてる、ね、はい、そう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 、あ、いい具合にね、チームを鳴らしたところで、さあ、それでは今日のテーマの発表に行きたいと思います。はい、テーマの発表いっちゃいます、どうぞ。今年の目標抱負、はい、ということで、今年もね今日で8日目なんですけれども、どんな番組で何回このテーマを聞いてきたことかっていう感じですけれども、このテーマでね今回は募集しましたので、 どうして止まったどうして今ためらったの。じゃあナルトラ、はい、あれだな、はい、目標聞こうな、目標ですね、うん、今言いましょうか、後で、はい、わかりました、そうそう、ぜひフリムーンらしい目標を待ってます。はい、わお、もうじゃあナルトラの目標決まったなよし、というか僕はもう1月1日にね、うん、この FM劇場で今年の目標を発表してますからね、うん、発表してるよ、泡ボロの回数減らして、だからもうそれを発表さ、まずしないでくださいよ。で、ちゃんとまともな彼女作るって。はい、彼女まともな彼女、はい、まともな彼女作って、もう夜の街に行かないと。その、うん、泡界の彼女はいらない？まともな彼女。あら、まともな彼女探してマットも買ってあげるって彼女。そのまともじゃないですから、モミさん。また落とした。出たよ。そのマットがダメなのよ。だからさ。はい、大丈夫、ちゃんと落としたから今、はい、カフは、はい、はい、そしてですね、16分頃から、バル姉さんのバビキですけども、うん、まあ、今週お休みということで申し訳ございません、はい、その分ちょっとね、うん、いろんなトーク広げていければなと、はい、ね、バル姉さんよりも女っぷりの高いアンズさんが来てるんでね、はい、ぜひご期待ください、はい、はい、メールアドレスは moon@fmginowan.commoon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は民謡居酒屋やってもーれ、お奇跡配送センター、コーズ土地とフリムーンラジオのメンバーの提供でお送りいたします。はい、では CM です。モミの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、
皆さん優しく来てください。フリブンラジオ、僕もセリフ読ませてということで、あの先月12月から、うん、新しいスポンサー様神津土地の CM 流れております。思ったより棒読みですねそうなんか実際 CM のねこうやって流れてるのをまじまじ聞いたのはなんか初めてな気がしますけど、うんうん、いや多分だからいいと思うんだけどそうだね、あのいい素人感満載だ、素人感満載で、ね、味があるさや、うん、俺のがあーなんかね、うん、まさかモーミーから評価されるやんど、あの何回も CM 流してるぞみたいなね、あのドレミファソラシオもう消した方がいいあれ何でドレミファソラシオ、はい、今ですね、うん、コメント一番上に、うん、ソラシドおばさん、こんばん、ね、ムーン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 ということで、はい、ありがとうね、はい、こんばんは、ソラシドさんですね、うん、はい、さあそれでは、はい、まず最初ツイキャス、はい、来てますか、読んでいきましょうか、はい、よちょっと待ってくださいね、うん、あはい、ということで今週の三口さんは、うん、はちみつ一家さんですね、こんばんは、はい、今年もどうぞよろしくお願いします、はい、ということで、よろしくお願いします、はい、ギネスさん、うん、はい、こんばんは、こんばんは、ガラスの青年さん、うん、始まり入った、始まり入ったか、うん、ありがとうございます、ね、セクシーキリカムの海王さん、はい、山口からお邪魔しました、はい、晩は1週間早いねということで、本当だね、あったね、1週はね、海王このスタジオの方に、ね、頑張ってた、来ていただきましたからね、海王大活躍だった本当に、ね、お正月から活躍だね、その後2時間ね、ひふみずおばあにね座りっぱなしで、はい、飲み会には遅れてやってきたと、でもその後居酒屋だから ねハードだな、はい、そして沖縄ニワンチュールさん、うん、こんばんムーン、はい、今年もズルペイ発動したな、かっこ汗、うん、あ、モーミーが来てるお、よくわかったな、かっこ汗、よくわかりましたね、だからやこのね、ちょっとこう ね髪の毛も長くなってますし、そうそうそう、いかにも不審者ってね、ね、不審者封じで、うん、はい、これでおじの葬式でウート落としてからみんな爆笑してたしさ、うん、それ爆笑しますよ、そりゃそうだろ、そりゃしますよそりゃそうだろ、ハゲやっていいことと悪いことの区別もう105歳で亡くなったからお祝いってからよ、わかる、お祝いはわかるけど、いや来てる人の寿命縮むよそれそうそうそう、本当よ、あの時と場合によるよな、それはな、うん、おじの写真も笑ってた、うん、それは笑ってる写真使ってるからさな、はい、引きつってるんだよさあそして、バーモトさんこんばんは、はい、ということでありがとうございます、はい、そして大塚健二さん、こんばんは、ロン毛の方レギュラーなんですか、あそうですよいやゲストじゃないですかね、不審者です、不審者だね、アンジです、うん、いや何言ってんの、はい、キャン君つまみ出していいからこの人ちょっと本当ね、はい、この森文森文森文この金花壇の森文、ね、はい、ね、はい、さあそして金花壇の、はい、そして、うさみみさん、はい、かよこうさんですね、かよこう来てる、かよこう、はい、あんずちゃん皆様見てますということで、はい、ありがとうございます、そしてドギーさん、こんばんはんということで、はい、そして、うん、ガラスの青年さん、うん、オラもロン毛しようかな、うん、しなくていいです、あいいよ、ガラスの青年さん長い髪の毛長めのような気がするんですけどね、どうすんだよな、ねえ、うん、モミとお揃いにしたらいい本当そうですよ、ワンと一緒にあるコーダー、うん、絶対いいよ、ボブで、ボブで、あ、はい、さあそして、うん、大塚健二さん、うん、あーはーはは美女と野獣という、ね、いやこの人の交友関係だけは見習いたいですね、僕もね、そうそうそう、あの海優さんが言ってるからねこの人の交友関係よって感じで本当そうですね、はい、ね、そして、常夏つこさん、はい、こんばんムーン誰かと思ったらモーミーさん、だから、はい、はい、よく気づきました、はい、そしてガラスの青年さん、今年の抱負、書いていただいてます、うん、今年の抱負はルービーを我慢しないそうです、いやしてないでしょ我慢したとこ見たことないけど俺も見たつきないなあ、してないよ、はい、ずっと解放してるよ、アップするよね、はい、ね、フェイスブックとかね、本当だよ、いろいろなところにアップして、はい、この抱負は無事に達成できそうですね、はい、してるしてる、はい、もうしてる、もういいよ、はい、これも完全に決まりさ、はい、そしてシュプリームさんこんばんは、はい、ということで、はい、こんばんは、はい、そして武蔵さん、うん、ナルトさん、モミさん、シロクさん、エコさん、ゲストのアンズさん、こんばんは、はい、はい、こんばんは、テーマ今年の目標抱負、僕の場合は去年より舞台を感激すること、旅行に行く、ギターを練習して弾けるようになりたいですね、はいはいはい、ということで、ねえ、ね、はい、こっちに披露しに来てくれてもいいんですだからや、ね、うん、
ギター持ってから、はい、いいですよ、はい、あの、はい、いつでも、この番組は水田さんお待ちしておりますので、うん、そうそうそう、であの、うん、適当にナルトラが歌えるやつやれば、うん、ナルトラ歌もつけてくれるんで、そうですね、うん、はい、はい、この美声を響かせたいと思います。おはい、なんか鳴ったよ、はい、スイ入りました。はい、はい、そしてドギーさん、うん、そいやそいや何言ってるんでしょ。ね、どうしたの、ね、僕はこの意味分かるんですけど、いい、はい、はい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 、また後で皆さんにお伝えします、うん、そしてあ、バーモンさん、はい、フリムン的目標ですか、うん、沖縄に少なくとも2回は、あ、お待ちしてます、ね、じゃあ水曜日かぶらせてくださいね。バーモンさんどこの人 ね徳島です、徳島です、僕と一緒は、はい、そうです、会ったことある、来てたですよ、あ、そっか、モーミーさんいないとき行ってた、あ、あのそうだよ、できればモーミーがいない時期狙ってきた方がいいんで、いや呼ばれてないんで、おわん、え、呼んでないんじゃないか、呼んでないんじゃない、普通、来るべき水曜日は来るべきなのに、次のメールがあるでしょ、あなたが来なさすぎる、はい、そしてなんか目標が2つ来てますね、セクシーキーカブの会員さん、うん、目標、松山登山と桜坂ダッシュをすると辻でのお清め納めとお清め始めも済ませました、はい、やっぱりエンリプのコスパは半端ないです、また遊びに行きます、すごいや、ね、ねえ、ノーコメントさせていただきます、はい、あ、それに付き合ったんだな、ナルトラな、なるほどね、僕断りました、うん、あ、嘘つけガチだな、ガチで断りましたナルトラがお店紹介したいんじゃないか、はい、うん、そしてギネスさんです、ナルトラ別のところに行きたいから、綺麗なお姉さんと知り合いになるということで、なるほど、はい、結構でも宮古にも綺麗な方いらっしゃるんじゃないですか ね、うん、このね、ギネスさん宮古の方ですから、あ、そうなんだ、はい、宮古、あ、宮古、そうです、ギネスさん宮古在住です、宮古はあれよ、今結構ナイチャーの若い年齢がいっぱい来てるはずだ、そうです、ダイビング系で、本当だね、あの、いざと言ったらいいよ、うん、あ、いざと本当に本当にアドバイスしてます、あの、うん、あ、店教えるか後で宮古島、はい、宮古のどこら辺にいるよという年齢とも年齢たちいっぱい、そしてブルーミーさん、ツッコミいただいてます、ナルトラさんの目標あれでしょ、うん、飲みすぎて寝ないでしょ、あ、もう大丈夫、もうあの今年その目標は達成できません、すでに1回寝ております、寝るトラ、寝るトラ、しかも自分でアップしてるからね、うんうんうん、今年もね、だって取られたんだもん、そしてポールダンサーミヤさん、目標か、はい、フープをもっと上手に踊れるようになる、レッスンね、うん、来てくれてる、ね、おー、そうですね、アンズ先生よろしくお願いいたします、ティーチャーだな、ティーチャー先生だもんね、おー、すごい、なんか先生って言われたやつさ、はい、で続々ツッコミをいただいています、金剛力士像の中の人さん、競馬の予想屋の人がいるさ、あー、モミのことね、だけどあれですよ、うん、絶対これこの人の的中率 0% だから、うん、ね、はい、競馬は見たことないや、うん、そしてスラッシュドバさんさん、うん、一番右はグレート議題、いや違います、あの失礼に当たるんで言わないでください。はい。やばいな。さあ、ということで、これくらいですかね。続々来てますね、ツイキャス。はい、ブルーミーさん、いや、1回じゃないし、2回言ってるし。うわ、もうカウントされてるよ。そうだった。カウントされてるよ。2回ともブルーミーいるわ、そういや。うわー、やばい。さあ、そんなとおたわむれは済んだところで、はい、さあそれではメールの方メールいっちゃいますか、はい、はい、はい、来てますよ、はい、今年の目標抱負ですね、はい、はい、フリムンメンバーの皆さんこんばんは、はい、こんばんは、埼玉のはちみつ一家です、ありがとうございます、はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします、今年の目標はバイクで海に行く、おお、いいっすね、目的地は湘南の茅ヶ崎、はい、そしていいサザンのチャコの海岸物語を聞いてから、うん、マッチのハイティンブギを聞く、うん、満員電車の高崎線からポチッとなあ、じゃあ、湘南行くときはぜひ、うん、オフロードバイクで行って、うん、砂浜走ってください、うん、この人ながら埼玉の人だった、うん、埼玉です、あ、埼玉、はい、そうそう、でも海辺 ね、海辺バイク出したらあんまりちょっと錆びちゃうんで、あんまりおすすめじゃない、あ、大丈夫大丈夫、だからあれ、オフロードバイクならもう歩かんよ、もう、あ、本当、
砂浜歩かすって言ってるさ。だからお風呂だったら大丈夫。あ、でもクレ551あれば大丈夫じゃない？そうそうそう、ね、クレ556、クレ556なんだ。556になってんの。551は豚まん。あ、551豚まん、はい、そっちか。大阪いつから6になったの。いや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 、前からっす。あ、ほんと551、そうだね。つい俺も相づちってしまったけど。556ではね、うん、なるほどね。556は美味しくないですね。なんか番号変えて何か意味あんのかな。市外局番みたいな。ないない。だからいや、かもしれないね、556って。はい、かぶらないよね。はい、はいはい、言っちゃっていいですか。いいですよ、はい、はい。こんばんは、フリムメンバーの皆さん、ゲストのポルナウンスをされてるアンズさん、はい、リスナーの皆さん、兵庫のミンさんです。はい、はい、今日のテーマ、やはり思った通り今年の目標は豊富ですね。そう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 、まずこれをしないとね、うん、始まらんからね、はい。毎年年始は希望に満ちているんです。はい、半年くらい経つとあれと思うんですが、でも、はい、言うたもん勝ちなんで言います、はい、今年は10歳若返ることにします。 お金をかけないで、はい、食べ物で若返ろうとしています。じゃあこの辺で、皆さんも目標を考えるだけで楽しんで希望に満ちてください。またや、はい、ありがとうございます。今年も食べ物で若返る、あれダイエットの意味かや。今はね、もういろんな、まあ、サプリメントとかこう栄養食品とかね、うん、そうそう、ありますから、うん、体の体内年齢を ね、うん、若返らせる食べ物とかね、すごいね。そうですね。わたおちにマンボリコンってあるけど、すごい薬草が、はい、なんか薬草があるけど、マンボリコンって、マンボリコン、マンボリコン、マンボリコンは何なの、何に、あれ肌ツヤにもいいし、全部ほとんどもうありだね。今注目されてるわけよ、血液とか、うんうん、血糖値とか抑えてさ、モミ飲んでる、あんた。本当だよ、モミが一番取れば。そう、あんたか、見てごらん。うん、うん、じゃあ全然ダメだね。絶対取ってないね。絶対取ってないね。いや、これで取ってるったら誰も信じないから、ね。苦いわけよ、デイジ。取ってるか間違えてるかだね。それじゃないか。それじゃないかもしれない。ただのタンポポの葉っぱかもしれない。月に1回、あ、うん、週に1回区長さんが作ってからあげるわけよ、うんうん、長生きしてって、うん、若返るよって、うんうん、区長さん間違えてない、大丈夫、多分モミに聞かないと思う。大丈夫、聞いてない。あんたの顔見たら分かるよ。あと半年後見 見とけよ。絶対に。それまで生きてるかね、モミ。あ、生きてるさ。モミまた半年後痛風出てきたらどうするわけ、それ。区長さんに文句言っていいよ、もうそれ。痛風のこといらんけ。モミさんの葬式にこそ笑ってお見送りしたいですね。ほんとだよ。あの、うん、ちょんまげのあの、俺、ズラもっかい作ってくるからさ。なるそらよろしくな。あれつけてからみんなで送り出そうな。そうですね。絶対行った俺もからよ。ドギーさんもね、はい、はやつ肌ツヤにいい、うん、絶対効いてんだろう。あ、効いてるさ。効いてないって。じゃあモミ頭にいってるんだよね、それがね。そうですよ、ツヤね。そうです、ツヤは頭頂部に。確かに頭頂部のツヤはね、いいんじゃないですか。はい、もうこのドギーちゃんは朝の5時から電話来てって、今日朝、うん、はい、どうしたどうした、何間違い電話って。あ、あ、よかったよかった。いやー、よかったですね。モミにちゃんと用事がないでよかった。ドギー気をつけて、ほんと気をつけてください。間違いではダメよ、普通じゃ、普通にダメなやつ。ソラシドさんからの読もうね。はい、お願いします。はい、皆さん、あけおめ。はい、あけおめ。こんばんむーん、こんばんむーん。はい、今年の抱負はいつも通りに過ごすかな、はい、うん、うん、アイクスも一日二箱で足りてるし、結構いってますね。適度に酒も浴びてるし、いや結構浴びとるよ本当に。特に困ってねえしな。あ、そうだね。今のままでいいや、うん、ということで、うん、あとはね、うん、病院と、うん、警察のお世話にならなければ今年は OK ということで、なるほど、はい、うん、アイコス片手に換気扇の下から送信、うん、はい、ソラシドのね、 ね、今日も食もされてるんだよや、確かや。あ、されてたね。じゃあ無理やし、言ってたよ、食室、いい、もうされた、ね、もう今年もうされたし、あ、やばいな、
ちょっとお世話になりそうな予感がするけど、開校が高校から帰るとき、一回そろそろと会わせていってからも、テレビ電話したわけさ、はい、テレビ電話出た瞬間、これアイコス殺すってるか、そらしでよ、あの姿最高やったさ、もう開校が大爆笑してた、モミ、こういう時はすぐスクショしてからあげるんだよ、みんな、はい、みんなに回すんだよ、テレビ電話もできるからね、スクショはね、はい、やばいやばいさあ、ということで、さあ、そんなところでちょっと今ツイキャスでちょっと一つ、なんでしょう、シュプリームさん、これ読んでいいんでしょうか、いいんじゃないですか、いいよいいよいいよ、はい、今年の抱負は、ポールダンスができるくらい、マイポールを若々しく保つこと、なるほど、具体的には毎日朝立ちするくらいにということ、ピーが入ってる、あ、大丈夫、今、ピーが鳴ったけど、もう一回言う、ナルトラ大丈夫、言わなくていい、具体的には、毎日これで、僕がなんか自分から発言してるみたいそうだよ、あくまでツイキャスのコメントを読んでだけですか、ナルトラ、後でちょっと反省していこうな、まあちょっとこの雰囲気がね、ちょっと今一段落ちてきてるので、はい、トラシデモさんがもう、はい、議題を黙れって言ってるんで、そう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 、我がすごい黒にこもってるぜ、ちょっとちなみに遅いピー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 、よく言われがちなんですよ、ポールダンスって言ったら、僕のって結構言われがちです、あーそうなんだ、これダメだな、いう方いらっしゃいますね、そうこういうアンズね、これは普通だな結構もう言われすぎてって、モーミーみたいな人見たらもうすぐ金属バットでフルスイングだね、そうだね、そうですね、万が一ったら普通だっけよ、は万が一ったら普通だっけよ、そこはある意味羨ましい気もしますけど、モーミーでしょ、モーミー、ハウスね、はい、ということで、じゃあ CM の間ちょっとね、うまくハウスに入れれるかどうか、はい、ありがとうございます、では CM でーす、はい、はい、ということで、ゲストさんのコーナーに行く前に、はい、何でしょう、ツイキャスのコメント、大城智也くんからいただいております、はい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 、最近ツイッターとかそれから、ツイキャスにも FM ギノワの番組にも入ってもらってるようですね、はい、こんばんは、お久しぶりです、はい、こんばんは、去年の暮れからツイッター始めてツイキャスにも参加できるようになりましたということで、おー、ありがとうございます、ね、こうやって書き込んでいただいて、コメントもいただいてます。ありがとうございます。そして、もう一つ、穴町ののりさん、おはようということで、おはよう、おはよう、来たんでしょうか。いや、今日5時過ぎに帰ったわけさ。で、多分家帰って、そのまま、晩酌がてら夕飯食べて、寝落ち。あで今起きた。今起きた。そうなんだ。はじめまして。本当初めまして。ね。はい、だいたいコードパターンわかるんで。そうですね。さあ、はい、そして、コンティニューコイン5枚いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。さあでは、ゲストさんのコーナー行きたいと思います。改めまして今日のゲストはアンズさんでーす。よーし。はい。セクシー。
まず一つお聞きしたいんですけど、あの隣にいるあのモーミーさんとはどのような ご関係なんでしょうか。本当にこれが一番知りたい、ね、はい。あ、これ言うとちょっと話長くなるけど火曜校に戻らんとダメ、長くしないでいいから。モミモミ1秒で年末、うん、年末さ、あ、まあ、じゃあアンズさんが聞いて、アンズさんに言ってもらいましょうか。そうだよ、そうだよ、アンズさんの方が確実だよね。そうですね、うん、あ、年末の12月30日と31日に、うん、あのライブハウスモッツさんで、はい、あの美浜にある、うん、あのイベントを開催したんですけど、はい、自分もパフォーマーとして出てまして、はい、そしてパフォーマーも他のライブの人もいるし、うん、いろんなたくさんのエンターテインメントを集めたイベントを、はい、あの企画してやったんですけど、はい、お客さんで来ていただいて、うん、見ていただいて、うん、たまたま声かけ、あ、うん、だからあそこでラジオ出るということを聞いてから、はい、じゃあそれじゃあもうもし空いてたらもうアンズさんも出た方がいいんじゃないねってから、うん、ね、かよこがだよ。あくまで、あくまでかよこさんが、うんうん、あ、なるほどね、あ、よかった、おさみみさんが言ったっていう、うん、ね、よかった、あのアンズさん、モミ、はい、あの可愛いねに見たら誰でも手当たり次第に声かけるんで気をつけて、ね、このおっさん本当だよ。で、あの二言三言交わしたらもう自分の閉じて言うからね、うん気をつけてくださいね、はい、だいぶ増えたからね、はい、であっちでだからあそこでも年越ししてるのに、 あの会場 で、ね、そう、カウントダウンライブ来ていただいて、うん、絶対あれ遅れてたよや、うん、時間分かってた。そうそうそう、いや、ちょっと不具合がありましたね。大丈夫ですか。秒単位で遅れたというね、うん、すいませんでした。まあまあ大丈夫よでも楽しかった、迫力あったやつさ、うん、ポールダンス初めて見たけどよ、うん、はあ、もうすごいや、もう目のやり場に困るやつそっちか、そっちかそっちだ、そこしかみたいな。ちょっとエアリアルも褒めてよ。あ、だからこれもよ、あのなんかシーツじゃなくて、なんていうの、そう、ハンモック、ハンモックとフープとシルク全部やったんですけど、うん、だから全部あれして、あれハンモックだった、うん、ハンモック見るからあれ感動したやつ、うん、あれよく落ちないや、うん、ハンモックでも低めにしたから、でも大丈夫。おー、だポールでもあれ全部空中でやるさ、うん、パフォーマンス、うん、たまに落ちるときってある？いや基本落ちないんですけど、うん、そのちょっと自分大会とか出てたんですけど、大会とかの練習になると、うん、自分の実力以上のことを練習するときはもちろんちょっと怪我につながることになる、はい、なでも怪我しないようにいつも努力はしてます、うん、ヘルメットよ、ヘルメットは、うわー、邪魔だな、ダメじゃない。でもあの練習中はマットを引いてますね。あ、マット引いてる、うん、あ、本番はしたわ。本番はマット引けるときは基本、うん、できるだけお客さんが安心するじゃないですか、うん、引いてても、あ、見ててもよ、そうそうそう、あ、見ててドキドキするわけよ、うん、落ちないからって、うん、一応プロっては分かるけど、うん、あれもう私の音が見たらもういつ落ちてもおかしくない感じだ、ね、ああよく練習してるやつだと思う、うん、特にみんな一緒にやろうね、モーミー乗ったら、うん、いやいいです、あ、よ、うん、あ、初めての方の安心クラスもありますので、ね、だけどあの初心者大丈夫なんで、うん、あ、俺は大丈夫だけど、モーミー大丈夫、体重的に。ワンは大丈夫、体重は大丈夫。え、そうなんだ、すごい、やる気さえあれば、あ、やる気って、モミの運動神経で大丈夫、うん、運動神経関係ないやる気って言ってさ、あんたが言うな、モミ、あんたが言うなはい、そんなね、モミさんに対して大塩智也くんもね、はい、モミさん、ミーズさんぬという、あ、だからや、はいはいはい、智也元気ね、たまには酒飲みに行こうね。そうだね。お酒飲みに。ね、おはい、で、アンズ、あの、またいろんな東京とかでもまた、うん、あ、そう、東京ではまた 3月1日の日曜日に、銀座で、うん、お、銀座のラピスっていう場所でも、あの、すごい、イベントやります。もともと33回、今で5回、次36回目が東京でやります。すごい。あ、もともと、もともと東京に10年住んでて、東京でもイベントずっと、大阪でもやってたんですけど、ああすごい、あ、それを初めて沖縄でやったのがちょうど年末の、じゃ、もともとね、もともとご出身は大阪人、大阪人って言われて、大阪人やで、あ、だけど東京10年住んでたんで、あ、かぶれてるで、だから日本語上手なんだね。あ、そうやね、それはそうやね、はいはいはい、まだ沖縄来て1年ちょっとなんですけど、あ、ヒージャーの刺身はいけるってよ、
あ、そう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 、ヤギの刺身は食べれます。すごい。花町ののりさん、そっか、花町ののりさんも大阪の方。あ、そうだよね、大阪の方だから。東京は、はい、なるほどね。シュプリームさんが、お、うん、ラピスでということで、ラピス、あの、この方、うん、東京の方だったと思うんで、もしかしたら、だからぜひ来るんじゃないですか、この方。3月1日の5時からです。ぜひぜひ。A プラスっていうイベントを主催してます。お、すごい。ね、はい。あ、ナルトラ、そういえばあれだったんじゃない、はい、こっちにエマさんっているじゃない。そうですね。うん、確か。北海道で同じポールダンサーされてる方人が、はい、あのよくツイキャスでこっち絡んでくるんで、残念ながら今日は今のところ来てません、ね、今日来てない、多分仕事中かな、真っ最中かもしれない、でも北海道でもね、あの2019年はレッスンさせてもらったり、一応全国回ったんですよ、ひょっとしたら知ってるかもしれない、エマさんって人が。でまたアンズはあれではね、もう近くでも教えてるんでしょ、レッスン。あ、そう、宜野湾でも、うん、うお、木曜日です、お昼です。はい、どこで、はい、場所はライダーズガレージというカフェ&ダイナーで、うん、おー、ここです、ぜひ聞いてる方、うん、ね、木曜日、沖縄エアリアルレッスンとか沖縄エアリアルとかで検索していただいたら、うん、なるほど、インスタグラムもやってますね。あ、はいはいはい。だ、木曜日は11時15分、朝の11時15分からエアリアルシルク、うん、で、エアリアルフープって輪っかですね、うん、まあ、12時半から、はいはい、そしてハンモックダンス、ハンモックのヨガをもう一つこうコンビネーション、振り付けして流れるようにスムーズに、あのコラボしてるダンスと、まあ、ヨガの要素も入ってるんですけどね、そちら結構本当に初めての方でも大丈夫なんで、1時45分から明日ですよ。はい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 。でさっき聞いたけどこれ、うん、やっぱりあの吊り下げるさあや、うん、自分の体重やこれは、うん、やっぱりこの取り付ける金具とかもライセンス持ってるってよ、うん、自分でこうそう、それはないとダメでしょう。2019年、うん、国際ライセンス取ったんですよ。うわ、すごい、そういうのがすごい、ライセンスが国際ライセンスまで取る人は、うん、かなり少ないので、あ、お金もかかってますので、あと交渉作業もできますだから、あなるほど、すごいや、そう、交渉作業の仕事もちょっと今年やろうかなと思ってるので、施工関連の、そう、言ってください、連絡ください、あちこちつけるか、そうそうそう、どうしようかとか、すごい危ないよ逆にちょっと全部自分でも持ってるので、あ、装備買ったので、あ、なるほど、はいはい、ちょっとできれば仕事もね、そちらの方でもモーミーの寝室に、そうそうそう、ね、引っ掛けといてもらう、それここ、うん、いろんな意味で怖くないですか、ね、どうやってどうなるんだろうモーミーはみたいな、ね、モーミーさんのね、あの、うん、そのビッグバディに、ね、耐えられるかどうか、ハンモックの中でどんなあのモーミーの家が持つかな、うん、その前に家自体がやばいね、それあるかもしれない半目だったら最初から最後までチャーニンジを寝てます、うん、意味ねえし大丈夫、あちこちあのそんな場合ポールで補強してもらったらいい家中だからあのあれなんでしょう、だからライブハウスも一回こなして、うん、なんていうの、穴開けたり改造っていうか、もうこの設置したら、うん、次はまたやりやすくなります、ね、はい、次はやりやすくなります、なるほどね、もう時空とかも全部攻めるからだから大丈夫か、大きさ、高さ、高さ大丈夫か、高さ大丈夫か、はいはい、だ、はい、天井はあれでしょ、あの鉄骨がないとダメでしょ、はい、鉄骨が、そらしとおばさんから笑った、ハンモックに絡まってそのままチャーシューだなあ、モミやわー、やばいなぁ、これ、想像ついた、想像ついた、なんかさあ、ということで、じゃちょっとこの辺りで一回、はい、メールに、はい、はい、ちょっとか、はい、行っちゃっていいですか、はい、フリムの皆様、こんばんは、はい、四国徳島のバーモントです、はい、ありがとうございます、今夜のテーマ、2020年の目標抱負、毎年掲げていることは、うん、公私ともに充実した一年にする、はい、ね、そのために今年は、一人よがりにならないように仕事とか家族サービスとか住んでいる部屋の断捨離といった、うん、やらないといけないことを確実にやって、ちょっとでも遊べる余裕を作っていきたいと思っています、短いですが今夜はこのくらいで、ではではって、
ありがとうございます。もうすごいね、振り物出しこないメールだ ね、 ねこれモーミー、それ言っちゃダメよ。まあ確かにね、今コメントの流れ見てますと、うん、だからこんなのが来たら新鮮さ、うん、はい、うん、ガラスの青年さん、チャーシュー何味、うん、ドギーさん多分想像したやばいな、しない方がいいと思う、美味しくなさそう、モーミーチャーシュー、あ、多分、うん、そのまま焼いてから、うん、炭にした方がいいと思います、うん、スラシドマさん、はい、罰ゲームになる味、ガラスの青年さん、油ギトギ、あ、確かに油は多いかもしんないもん、ね、みんな当たってるから何も言えない、何しなくても吹き出る、何しまくてもモミーちょっとハウス、それ以上言ったらハウスはい、あのアンドさんごめんなさい、こんな番組を毎週放送してますね、本当に申し訳ないね、逆にね、モーミーが入ると本当に夜の教養番組台無しになるよね、うんうん、はい、それもどうかと思いますけどね、夜の教養番組っていうね、あ、ちょっと待って、ハンモックは基本骨盤矯正とか体にいいものなので、うん、一応それ一言言っときます、そうね、はい、そうね、チャーシューとかね、そういう悪いイメージも持たれたら困るからね、はい、そうそうそう、体幹トレーニングもなるんで焦る焦る、タイがチャーシューって言った人は、ただ例外はあるということで、そうね、そう、はい、森文はやめておいた方がいいですはいはい、はい、いいですか、はい、来てます、かよこです、先週ありがとうございました、ね、お正月2日は新年会までありがとうございました、フリームーンの楽しいメンバーの方々と笑いっぱなしの時間楽しかったです、今年の抱負は仕事とボランティアとの両立、一つはみんなに意識を持っていただき、ビーチクリーンの活動を広めていくことです、うん、毎年、4月29日に、アシアジャズフェスティバルという友人主催のビッグなイベントがあるのですが、うん、その運営側かっこ裏方のボランティアもさせていただいています、ね、ボランティア三昧です、うん、2つ目、何より健康であることが一番だと思います、はい、ゲストのアンズさん、カウントダウンパーティーでは素晴らしいショーをありがとうございました、これからも頑張ってください、またお会いできる日を楽しみにしています、はいはいはい、ね、そう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 、ね、モミさんデートしてましたからね、ビーチクリーンってビーチクリーン、うん、モミがってなんかおかしいんだよね、意味がね、で切るところがおかしいんだよね、はい、カグ下げてもらっていいですか、ビーチクリーン、うん、ビーチクリーン、そう、なんかおかしいね、言ってることは正しいですけど、ビーチクリーンなのよ、ね、なんかビーチクビーチクって言ってるのちゃんと言ってごらん、大丈夫、ビーチクリーン、うん、ほらモーミー、あんた絶対わざとよ。モーミー、これ以上逆らったらハウスよ、あんた。すごい。仙台の女の子も言うと、ビーチクリーンって何なんですか、ほらほらほら。仙台の女の子も言ったんだよ。そうやって聞こえてるさ。あんまよ。モーミー、絶対わざとだな。はい、多分さ、クリーンの方が伸びてないわけよね。ビーチクリーンっていうか。はい、ビーチクリーン。そう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 。聞こえた聞こえた。仙台の人が言うんだったら確実だわ。ね。はい。あ、じゃあもう次行きましょうね。はい、はい。はい、うん。こんばんは、ブルーミーでーす、うん、ということで。はい、うん。今年の目標ね。うん、短くいくよ。はい。はい、今年も去年と変わらず健康で充実した年にすること。うん、はい。あとリスナーさんとの交流を増やすこと。はい。以上、うん、はい、今年もよろしくということで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、よかった短くてよかったとか言わない、この前来てたよ、うん、ね、そうですね、うん、あのナルトラ、はい、次長いからさ、はい、思いっきり割愛して、うん、はい、読んで、ね、いい感じで割愛してほしい、ではメールいきましょうか、はい、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんです、ありがとうございます、はい、フリームの皆様とアンズさんと、タバどうしたいや、これちょっと書いてあるもん、そうですそうです、その通り、どういう風に読んでほしいかも、うん、見たらわかるからさ、はい、文面見たら別に僕が脚色してるわけじゃなくて、はい、そうそう、タバ、うん、悪意ある書き方だから、はい、こう読めったの指示がね、はい、もうわかるよね、はい、生放送お疲れ様です、はい、ムーミーさんが髪の毛を生やした時点で違和感しかございません、うん、それはみんな思ってるから言っちゃダメよ、はい、はいはい、では2020年の目標抱負、はい、私の目標は、ブル先輩も書いてるけど飲みすぎて寝ないことですよね、
すでに1月で2回やってますからね。うん、まあこれはもう無理です。なるつばさんの目標 ね。はい。さんの目標ですね。はい。はい、そして、めいちゃんの、2020年の目標抱負。はい、いろんなリスナーさんと交流し乾杯する、今年も必ず臨海行くということで、あ、抽選落ちればいいのに。いや違う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 。なんかまた今年もね、けど今回もやばい争いになりそうだね。うん、多分先着でしょ、うん、先着だから、ね、夜会があれでしたもんね。350だから、夜会で何分だった？夜会で2、3分だったでしょ。すごいね。臨海でこの前1時間ちょいだったよね。すごいね。怖い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 ですね。もうそろそろあれじゃん、コンベンションセンターぐらい行けるんじゃない？ほんとそうですよね。うん、だからや、うん、コンベンションセンターで思いっきり500名ぐらい呼べばいいのに。ほんとそうですよ。コンベンションで500名少ないっしょ。一回青森沢で600名だった。いや、あれで、うん、最初は350だったけど、うん、追加で結局500ちょい、ね、600手前だったかな。すごいね。おかげで身動き取れませんでした。すごかった、うん、そうそう、確かに。それからちょっと最後に、もみさんに、うん、痛風お大事にとめいちゃんから、ね、うん、いやいや、ちゃんと読まないとそこだけは。わ、今年15キロ痩せるかよ。束が痛風お大事にって読まないとなるとら。ちゃんと読まないと、ね、ここは読まないといけないですね。はい、はい、ということでめいちゃんからのメールでした。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあということで、ちょっとまたツイキャスの中でちょっと見ていきましょうか、はい、もうさっきのね、ビーチクビーチク言うからもうビーチクリーンビーチクリーンビーチクリーンみたいなね、はい、こういうのがいつか流れてきております。そうですね、いいですね、はい、あ、ギネスさん、うん、そうね、さすが点の位置で違うんだね。そう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 、うん、ですね。そしてそらしどばさんさん、やっぱりこんだけボランティア精神じゃないと森文の世話できないよねという。そうね。ねえ、そうね。これフェイスブックにも書いてたや、うん、みんな思ってるよ、ねね、うん、そして大塩智也くんも、うん、もうビチクリでいいんじゃない、うん、あ、智也さすが。さすがさすが。もみ、牛舎にハンモックつけてもらったらって。牛舎うん、牛小屋に、うん、牛小屋、牛と一緒に寝れるもん。そうそうそう、そしたらあんずさん、この人さ、うん、宿所闘牛終わった後の飲み会の後、牛舎で寝るわけよ、うん、朝まで、本当に。で朝牛が逆に怖がって近寄らないわけよ。もうパチッポで寝るの、やばい。牛じゃないと思ってね。そうそうそう、もうやめてよ。じゃあ、変態がいる。やばい。それはまあこんなコメントいただきますよね。サーロー兄さんさんが、あ、なんでしょう、なんか今日のゲストの人かわいそう。ありがとう。優しいのかな。ありがとうございます。サーローさんのツッコミ的確だな。ね、そうだね。本当に。サーローや、サーロー。ね、いやいやいや、じゃあそれじゃあ、あれだね、あ、うん、そうだ、ごめんなさい、あと、もう一度ごめんなさい、うん、はいはい、はじめましての穴町のりさんからも、うん、はいはいはい、今年の抱負、ちゃんとした睡眠。そうだね。あ、多分のりさん無理だと思います。のりさん帰ってから飲んでから一旦眠るわけ。いつもほらツイッターあげるさ、うん、お疲れで、ま、様でしたって言った後の多分記憶がないって毎朝俺聞かされてるから、うん、寝落ちしてるって。だから多分あれだな、仕事も仕事だからね、今繁忙、うちが繁忙期だから、はい、そうそうそう、俺なんかよりやるわけさ、うん、やっぱり、うん、一応社長さんだけなって、なるほどね、こなしてくるんだけど、帰った後ね、多分一気に気が抜けるんだろう、うん、で、うん、食べながらちょっといっぱいクッと飲んだらコトンって。そうそうそう、すごい酔いが来るね。そうそうそう、アンズ飲むね。私も大好き大好き。あ、いや、結構寝落ちします。あ、嘘、俺がだいたい12時前ぐらいかな、うん、やばいと思ったらもうすぐ寝るようにしてるけど、うん、そうそう、最近11時くらいに1回寝落ちたのがあって、うん、年末、うん、あれぐらいかな。それよりはそれからはもうちょっと酒の量減らしてるから、うん、そう、
僕はこの前3時に気をつけてね、うん、は3時にはいいいよ、何もじゃない3時どこの3時なん午後午前あ午前3時に寝落ちして午前10時まで起きなくて、うん、みんなのお土産買えなかったって事件。あの時何あの時そっかーちょっとーそっかー俺一言飲みすぎるなよったらオッケー分かった分かったと言ってあれこれしっかり翌日電話しても取らないしそりゃまあねアンズさんのね、はいそりゃもうこうそうだよね興奮してるよ ね, もうね飲まないとね酒も進むと、ねあれ、火薬王を腰に行ったから起きないわけよ、なかなかよ。あれ待ってたんだよ。また人のせいにする。人のせいにする。モミ、一言言っていい？あんた起きるまで電源切ってたろ。うん、か、電源切れてたろ。携帯の。俺、5回ぐらい鳴らしたけど、やばいね、全部電源切れてるか、圏外。あ。記憶にございませんだっけ。やばい。あ、違う、金かだん圏外になるんだよ。あそっか、ごめんごめんごめん金かだんか金かだんは圏外になるんだよ。何陸のことを金かだんか金かだんだった、うん、そうそう、近いんだけど遠いんだよ。 あっち通じるのドコモだけなのよそりゃリアルごめんそりゃリアルなやつじゃん。この前ですね、この前某 AU の、うんうん、SNS でここの読み方は何でしょうっていうので金かだんが出てきてましたからそれは沖縄の人もこれは読めないと陸のことを過ぎて誰も近寄らないからだからクイズにすると割った電話あれだね。お風呂場の端っこでしか電波通るかもほらほら本当にモミの家で俺のしかまともにならないからね携帯で金かだんすげえな。そんな金かだんなのにね、モーミーさんはね、うん、もうすぐセブンイレブンができるとね、うん、ほら、ほら、見てますから。ごめん、あっちにできてる。赤道にはできてる。あっちのね。グシカオの赤道に、うんうん、前のローソンが潰れて、イレブンできてるのはあるけど、金かだんにはできません。赤道はできますよ。あっちまで遠いのに、歩いていけないのに。歩いていかんでいいよ。セブンイレブン金かだんってただ言ってみただけで、言いたかっただけ。上間天ぷらだよそれ絶対。もうアンズ連れてきたやつ。あっちポールダンスしてな。どうすんの？誰もいないね。まあ今年のねあの金かだんのステージで、どんなダンスが見られるんでしょうか。あれ鉄骨だから組めるんじゃない？鉄骨はある。だからじゃあやろうかな。あすごい絶対いいはず。猫はとまやしかね、犬と猫しかね、うん、あいいよ。ちなみに僕とモーミーさんそのステージで寝落ちしてますんで、待ってたよねえ。ノリさんもズボン乗れ俺だけ危険察知して、ビデオカメラと三振自分のやばいと思って片付けて帰ったら、みんな濡れてから起きてきてるわけ。冷たいっつってやばいな気づけよ。一応もうかなり屋根が、うん、屋根だけはあるんですけども、うん、野ざらしのステージなんで、うん、雨が降ったんで、うん、雨漏れ。それでみんな濡れて冷たいって起きてきて、そんなかね、そんな陸の孤島からいつもね、モーミーさん、さすが毎週は来れないですよね。毎週は無理だね。一応モーミー様子ならちゃんとやってあげるから、パイプの。いつでも呼んで。さあということで、ちょっとね時間もなくなってきましたんで、改めてアンズさん、はいはい、イベントの告知をもう一度。ああそうそう、はい、次回の、はい、あそうですね、3月1日が東京でが一番直近なんですね。直近です。はい、うん、ただ4月中旬ぐらいにまた沖縄でやろうかなと思っております。それはね、またじゃあちょっとインスタとか私のフォローしていただいて、はい、どう、あ、はい、ね、あ、うん、ぜひ。あと土曜日にもねレッスンしてるんですよ。そちらチャタンで、はい、お、すごい。アンチグラビティのねナビさんお借りして、はい、3時半から土曜日やってます。はい、そちらねエアリアルシルクと布ですね、はい、上から天井から吊るしてる布の方をやってます、はい、まだまだ沖縄ではねこういうサーカス的な、うん、レッスン少ないので、うん、せっかく沖縄来たので、うん、流行らしたいと思ってますので、はい、皆さんご協力、また、この番組の、SNS の方でまた流させていただこうと思いますので、はい、はい、さあということで、時間が来ましたんで来週のテーマの前にちょっと、はい、沖縄県民なのに、うん、この番組聞くまで、うん、
誰かが知らなかった。はあ、衝撃発言。誰か、ね、あ、とこだつこさん。誰が、ね、はい。おお。あ、まあでもそれ当たり前じゃないですか。金から知らないって。うん。あ、ということで。チャッターは分かるのに金から知らないっけ。あ、ごめん、もうモビの格下げ。進めようね。さあ、ということで、来週のテーマはそうだホワイティさんです。あ、私ですか。そうですね。はい、じゃあ私言いましょう。はい、今年の漢字、まあ、今年の目標と抱負の流れでですね、はい、まあ、今年の漢字って年末にやるじゃない、じゃなくて今年これやるぞっていう思いを込めて漢字1文字、うん、1文字出して、はい、でこれをどうしてこれにしたんだみたいな感じをちょっとちょ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 っと、はい、うん、光とかさ、成し遂げるのなすとかいろいろあるじゃん。輝くとかや。そうそう、あ、もみはいいよ。あ、取った取った、ボム取った、輝いてる。そんな感じで、はい、もうすでにね、うん、何人かからね、あの、そうそう、黒とか酒とかね来てますからね。なんで、また来週お待ちしております。のりさん、ブラック企業ダメよ。はい、あ、そうか、そういうことか、社長。はい、はい、さあ、ということで、この時間はね、フリムラジオをお送りしてきました、はい、時間が来てしまいました。さあ、最後にアンズさん、はい、聞きとこの感想を短くお願いします。あ、すごい楽しかったです。ありがとうございます。素直に受け取っとこうよ、もう。そうですね。はい、さあ、ということでフリムラジオ今週もお送りしてまいりました、はい、私、お相手ナルトラでした。はい、ホイティでした。はい、モミ。はい、エコザエル。そしてアンズでした。はい、ありがとうございました。また来週9時にお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしょ、 OK、 よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。面白かった。